い、続きでございます。33万対224万、もうグラフィックが早々に変わっただけでだいぶ強そうに見えてしまっている。なんということなんだ。嘆かわしい、嘆かわしい。しかし泣いてなんかいられない。何ですかこの始まり方、ちょっとおかしいですよ始まり方が。我々ですね、平原を取りました、取りましたけども、もう詰められている。そしてこの混乱したこの残骸のような、敵の残骸のようなこの数、これをすべてやっぱりですね、倒してから攻め寄せてくるのが今、7部隊ぐらいですかね。これをなんとか、まあまあまあ跳ね返せれば、隣の妖がですね、主治が独立、ワンオペという事態になっておりますので、かわせるんじゃないかなと思いますね。で、北海が2万6000、北陽が7万7000という状況でございます。さあ、これ、うまくすれば行取れるんですよね。いやいやいや、もうだったら平原捨てろって話になるんですけど、まあ、K とね、対マンで見たら、K と南比から攻めるっていう風に見たら行は取れるんですよ。じゃあ、そうするにはどうしたらいいかって言ったら、平原で頑張ると。平原落とされないように頑張る。これが必要になってくる。さあ、ここからは、また難易度上がりますよ。平原防衛戦だ。どうなっていくのか、考えただけで。ワクワクしますね。今日も楽しく頑張って、参りましょう。はい、では早速、進めてまいります。平原の周りどれだけ倒せるか、全然倒せねえと思います、これ。まず武将数全然足りてません。このような装甲が関係ないところでやられました。捕まってしまいました。領域攻撃か、長領がね、近くにいたんで、問いをかけましたけど、速攻隠されましたね。沈乱撃か、よし、行け。あ、引いてますね。引いてる、引いてる。上場です。これは良かった。ナイスすぎる。とりあえずひとまずですね。よし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 。港も取っていきましょう。達成いたしました。危な。京都。よしぞ、USA。いやーでも危ねえな、これ。すぐ包囲占領がつく。危ねえ、この場所は。あ、行行きますね、これ。一気に行行くつもりだ。増差もありません。これはさすがにちょっと指を加えて見てるしかないか。さすがにね、立て直していかないと、建物を作らないとやられてしまう。で北海いっぱい出てきた。北海いっぱい出てくるのはもうこれは平原しかない。守りきれるか、これ。早く立てないと。いけんのかよ、おい。臨済庫は取っていきます。ここはもう柵がある。できれば囲んでしまいたいけど、まあちょっと壊されるっちゃ壊されるかな。囲んでも。はい、鉄柵の並べちょっと見てほしい。私ね、計算した。鉄柵の数を。鉄柵の数と土塁の、置ける範囲。これを計算しましたら、ちょうどピタッとはまるところがあって、あー、ここで増高痛い。今ちょっと立ててる途中でしょ、これ。増高施設持ってる、施設。痛い痛い。施設開発なんですよ、増高って。4なんですよ、ああ見えて。さあ、4を置き、直しましょう。また1ターン待たなきゃいけない。この1ターン待ちでね、できないよ、これ。これもう来てるもん。投石台、一個置けないよ、これで。一個どころじゃねえな。全然置けないよ、これ。一回、土塁で回すしかないですね。お経出してきますなぁ。ただ、平原に行くのか行かないのかちょっと、いや、行ってるな。行ってるグループと、行に行ってるグループがある。流派問いよ。まだ一箇所隙間残ってるけども、塞がれましたね。で、臨済庫、もうちょっと、下げていく。埋伏でございます。よし。さあ、皆さんご覧ください。こんな具合ですね。
この土塁から土塁の間、これがぴったりとですね、8個でした。8個、7個か。7個って言うとなんかおかしいな感じ。どうでもいいなね。7でしたね。嘘でした。8かと思ったら7でした。これ7なんで、この後頭部をピシャッと、シャットアウト。シャットアウト塞ぐことができましたね。ただ、ここ、この北側、こんなに大きく間が空いている。またですね、こっちから回ってくることもできる。これが大きな隙間となりますが、まあ、この陸から上がってくる分には、まあ、なんとか平坦切れるかなという感じですね。だからこれ結構北海からのやつが痛いかもしれない。そんな感じでございます。で、鉄柵もう一個か。もう一個つけて、ここに一個はつけて、ちょっと細くはできますけど、上がるところを。なかなか難しいですね。喜べ。さあ、最中、心配ですね。学神が持ってきました。心配は特に欲しい。干渉持っている。やったよ。心配もでも、ぼちぼち寿命が近いかもしれない。炎症と同じくらいですからね。ファーリャ。手足となって最中といよ。心配。太陽。さあ、これからどう攻めてくるか。なるほどね。君たち、後頭部、これ、取られてるっていう意識はゼロかな、これは。誰かが踏み続けてくれるっていうことかな、これ。どうなんだろう。臨済校も取っちゃうんだが。まあ、そこは塗らないけども、さすがに。安いことです。さあ、港は全て取った。君たちに甲賀の制海権はない。制海権というのがこれ。聖火圏。ああ、君たちの遠距離だからね。やってくれたね。これ誰か乗ってる気だな、これ。そうか、そうか。やっぱ間口がこれ広すぎるぞ、これ。ある程度中に入れちゃうしかないな、これ。平坦が切れない。さあ、攻め寄せてきてますね。一応もうオーソドックスなこの家系戦術で迎え撃とうと思いますけども、これ早いですからね。これ全部乗り込んできちゃうかな。あ、しかも港もう取り返してる。1ターンですよ。早いんだよな。ああ、倉庫の野郎。父親の元に帰りやがって。くそ。当然だ。難しいか、これは。やっぱ陸の方が守りやすいな。どう考えても。物理的には守れるんだけど、物理なんだよな、これ。これ、守りが物理なんだよな。ここまでか。物理ってのは突破されたら終わるんだよな。いや、厳しいな。敵は11部隊ですね。なんだこの動きは。ぐにゃ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 と動いております。レホトよ。多分後頭部を目指してるでもないか。そこまで行かずになんとか抑えております。よいこ。さあ、まっすぐ城来ますね。これならばなんぼかまだ守りやすい感じでしょうか。はい、死者カットですね。燃え盛ってるな。こっちもちょっと燃えちゃってるな。やたら兵器多いな、これ、よく見たら。割と守りやすかったですね、今回は。ただ、孫礼が多分奉仕なんで、あれが痛い。絶対孫明は痛い。なんとかちょっと消化誰か持ってないのかな、これ。ウキンか。吉報です。消化持ち。まあ、ただ、ここにいたところで、ピンポイントで消せないからな、消化って。範囲内の仲間のとこ全部消せるとかだったらいいですけどね。さあ、有利になってきました。炎光撃破。高音撃破。捉える。あとは、兵器が4台。潰れましたね。行の七軍。なんだと。牧羊9000。ああ、これで行も挟んでくるっていうわけか。そうか、そういう魂胆か。これはきついな。三方向から攻められまくるのか。平原って。あれ？でも行はフェイクだった。まあ、フェイクならフェイクでいいでしょう。
んで、長領が外に出たな。長領捕まえたいな。なんだと。電予撃か。ちょっと見せてくれ、見せてくれ、ちょ見せてくれ、どうなってる。あー綺麗になってきましたね。あとラスボス孫霊だ。孫霊なんだ、魚鱗か。まだマシだな。ラスボスやってくるぞ。沈乱疑心暗鬼ん？だけ？だけかよ。喜べ。喜べ。何番がこれで消えてくれればいいんですけどね。なかなかね、何回やってもまた2個強食でやんなきゃいけないんですよね。何番と3列ね。何回も使ってきますよ。そうそう。ほんとムカつく。で、過去ドンローは失敗。消去。撃破。まあ、なんとか、ほぼ、そうですね。無傷とまではいかないですけど、まあまあ守れましたね。もうこの建設でだいぶいいんじゃないですかね。トントントンとピョロロどこ ?V か。V 巨大。ついに巨大ができましたよ。勢力全然戦ってないから巨大ができちゃった。報告いたします。V はね、ほんと城の域まで来たことないですからね、敵がね。なるほど、なるほど。いっぱいやってきましたね。いや、これは守れる。平原これ守れる。うん。行から変な数で出てこなければ守れますね。おそらく。で、牧羊から出て、まっすぐ行って、この、ね、北まで行って折り返してくるっていうのはなかなかね、敵もね、やりたくないと思うんですよ。途中で平坦切れるの 目に見れてるから。行が一緒になってくるようになると、かなりきつい。うん。そこら辺っすね。そこら辺どう連携取ってくるか。で、北海からのやつも、口は広いんだけども、結局、まあ、城で受けるというですね。オーソドックスなパターン。城で受けちゃう。でも、守りの硬さにね、有無を言わして、もう家計で攻めると。それでやりましょう。で、船はもうこれ、老船なんで近づきたくないですからね、僕らはね。はい。どうでしょう、今回。前回33万。増えたんじゃないですかね、さすがに。同じ。同じかい。いや、同じってことないと思うぞ。絶対増えたぞ。いや、まだだって、帰ってないですからね。舞台帰ってないから。これ、丸々いますよ。負傷兵。ほら。いや、でもそうでもねえな。そんなに大きくもねえな。1万いないな。1万いないか。そうか。で、まあ、8月上旬だしね。ちょうど増えたばっかりっていうところで。いや、増えなかったな。わかんないな、このメカニズムがよくわからん。あ、あとあれがあるのか。一応ね、異民族が、ウガンと、戦費、そして京っているんで、これからね、納品がね、ありますからね、この 3名からは。納品があって、ね、イベントで出てくるんで、それで3000人ずつで合わせて9000でかいですからね。あるかないか。それでも9000だぞ。んー、まあなんでしょうね。なんかね、多分、計上されてない何かがあるんですよね。輸送は計上されてると思ったけどな。いや、負傷兵だけだと思ったんだけどな、計上されてないやつって。なんかあると思うんですけどね。都市負傷兵、1300だしな。大したことないんだよな。はい。ということで、しかしですね、曹操軍はめっちゃ減りましたね、これ。10万近く減りましたね。で、現役がついに300を切りそう。我々170。この曹操の人気のなさ。300切りそうか。もうちょいですね。この天秤が逆転しますね。いや、河北で逆転するとは思わなかったな。いや、してねえよ。全然逆転しないよ。多分河北じゃ。いや、河北渡る頃には逆転するかどうかですね。いいな。で、今回の、ちょっと、我ながら、なかなか、どうですか？ここが、ちょっと、すごい、緩いってのが、なんかね、逆に、この緩さ、ここだけ守ろうという気になりますもんね。
いいな。やっぱ港がしっかり守れてるっていうのは心強い。はい、というところでアウトロね、長々となりましたけども、次回もよろしくお願いいたします。こうやってね、しっかりと守備ができると次はすぐもう攻めちゃって、もうこのね、守備を堪能できないなんてね、ことがありますけどね、次回も堪能したいななんて思います。それじゃ皆さん、また会おう。